皆さんこんにちは。5問クイズです。言えそうで言えない、知ってるけど名前が出てこない、そんな問題を出題しています。今回はドラマ「おっさんずラブ」の登場人物の名前です。2018年に放送された「おっさんずラブ」、大人気でしたね。出演するキャストの皆さんの写真が出てきます。役名で答えてください。制限時間は20秒です。それでは第1問目です。終了です。正解は春田宗一さんでした。春田の愛称で親しまれ、田中圭さんが演じています。天空不動産東京第二営業所で働く営業部員で、このドラマの主人公です。2問目です。終了です。正解は黒沢武蔵さんでした。天空不動産の営業所の部長で、吉田鋼太郎さんが演じています。会社では厳格なキャラを保っていますが、春田の前ではつい乙女の武蔵が顔を出し、手作りキャラ弁をこしらえたり、可愛いスタンプを送ったり、キャッキャしてしまいます。そんなところも大人気です。はるたんの隠し撮りをこっそりアップするインスタグラムも運営しています。3問目です。終了です。正解は瀬川舞香さんでした。天空不動産の営業所の社員で、伊藤修子さんが演じています。噂大好きで、何かと事件に従るおしゃべり好きなおばちゃんです。時々勘が鋭く、みんなの先を予測したような言動が光っています。4問目です。終了です。正解は新井哲平さんでした。居酒屋ワンダホーの店主で、小島和也さんが演じています。地図のお兄さんで、春田にとっても兄貴分です。いつも居酒屋のメニューで新メニューを考案していますが、素材の組み合わせも調理法も斬新すぎて、全く一作が生まれません。実は音楽の道を志しており、バンドを組んで夢を追い続けています。最終問題です。終了です。正解は牧亮太さんでした。天空不動産の本社から営業所に移動してきた社員で、林遣都さんが演じています。高学歴のエリートで女子社員が放っておかないイケメン男子です。性格は男らしく、精神年齢も高め、察しが良く何でも我慢しがち。非常にまめで、家事や料理なども万能です。基本は敬語で気が利く丁寧な後輩風ですが、イラッとするとついついド S な一面が顔を出します。今回の問題はいかがでしたか？おっさんずラブは流行語大賞トップ10にも選ばれ、熱狂的なファンのことを OL 民と呼ぶなど社会現象にもなりました。劇場版「おっさんずラブラブ・オア・デッド」も上映されていて、まだまだおっさんずラブの人気は続きそうですね。言えそうで言えない、知ってるけど名前が出てこない問題を集めた5問クイズ。チャンネル登録をお願いします。